林家菊王10月19日隊は、落語家、漫画家、画家。救命初代林家菊蔵本名豊太用血液型 A 型、出林、宮さん宮さん、縄文、林家彦六一門の縄文である、光輪影図愛称木久しちゃん。実家は、商売をしており、比較的裕福な幼少期を過ごしたが、太平洋戦争による、使用人の出世。 東京大空襲による店の全焼など被害に巻き込まれ家族が離散。小学4年生の時から新聞配達をして家計を支えた。自分を支える経済、お金の入ってくる道を発見工夫して上昇していくことが大切で、金はあるに越したことはないという考えを持つに至る。そのためか貧乏を嫌い、修正長屋暮らしだった師匠彦六を 製品に甘んじ人情に厚い人と評する一方で、話しかは貧乏でもいいという姿勢を欠点とし、話の中に出てくる人物と同色の暮らし向きをして、若手落語家たちに、あれが、老生大化の未来像なんだと植え付けてしまったと、記している。寄せに登場し一礼すると、スーパースターの林家菊王でございますと挨拶し、観客の笑いを誘い、掴みを取る。 現在の多くの若い落語家は、経済関連が欠落しているとも批判している。インタビュー依頼電話に、私が喋るのは、ただじゃござんせんと、プロ意識を持っていた、師匠彦六の天敵六代目、三遊亭炎章、豪邸を建てた三代目古根亭新長、師匠彦六と同じ、長屋住まいだが、横丁の大金持ちと、 あだなされるほど貯金をして、脳一血で倒れた際入院費、治療代を全額貯金を払って亡くなり、一方亡くなる直前まで、金のことを考えていた、死傷費56の友人九代目、桂文治を称賛している。菊王が炎症の考えに賛同する部分は特に、経済観念であり、話しか活動の方向性については、落語は古典でなくては、 の塊、指導力のある人だが、一方的と感じていたと、僕の人生落語だよで記している。また、新朝の父、五代目古今亭新潮は、対局的に、貧乏長屋の代名詞として、今なお、新潮一門中心に、話しかの小話のネタとなっている。菊王のライバルは、先月の売上である。多げえた趣味であることもあり、落語界の外に、 多くの知器を持っている。大御所になってからも、絵の師匠に、弟子入りしたりしている。商店などで、脱力的なキャラクターが認知されているが、エッセイや著書からは、キャラクターのイメージとは異なる。相当のインテリであることを伺わせる。時代劇や日本史に造形が深く、NHK の歴史番組などに、ゲスト出演する際は、商店でのキャラクターとは、別人の描写である。 私生活では、常に帽子をまぶかに被り、絶対に有名人であることを悟られないように用心、深く過ごしている。弟子もつけないことが多い。清水今からは、門弟中に、一人高く、孤高であれ、お前さん群れなさんなよとよく励まされており、その言葉の影響もある模様。楽屋での人間関係は、孤立気味であり、会話はもちろん視線を合わすことも避けられている。 これは嫌われているのではなく、不意に変な儲け話をメンバーに持ち込むため、他のメンバーが絡みづらいと感じているからだとされる。六代目、三遊亭円楽は、東京スポーツからのインタビューで、たまたま目が合ったら、近づいてきて、いい木材を大量に仕入れたから、それを掘り物にして売ろうよと持ちかけられたと暴露した。また、過去に像を輸入して観光料で儲けようとしたが、 絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約に引っかかって大儲けどころか象が輸入されずに大損したこともある。この時の象は木久子象とまで名前をつけていた。とはいえ若い自分には師匠連にお茶を出すのは大変だ。ということで二口キ須スを発明して商品化されるなど成功した事例もある。本人の著書によれば 1976年に、長平足症にかかり、生存率60%と言われる手術を成功させている。この時、臨死体験に近いことを体験した。父親は、胃がんで死亡したが、2000年に、本人も胃がんにかかり、胃を3分の2切除している。ダブル襲名の工場で、聞く、おわらためき急増は、この7年前に、 菊王が癌を患ったことに触れており、元気なうちに、新内昇進できてよかった。これでいつ、天国に行ってもらってもいいと述べている。赤塚藤尾やタモリとは長く親交があり、彼らの仕事場や宴会にはよく顔を出している。また横山康氏とは、親友の間柄であり、康氏を全国ラーメン党の副会長兼、大阪市部長に任命したことがある。 三代目三木助死後、三木助の死後まで残っていた門弟たちは、三木助と同じ筋である八代目カツ文楽、五代目柳屋子さんを前に次の新たな師匠を決めさせられ、気球像以外の門弟は皆子さんを選択した。それにもかかわらず八代目、林家昭蔵一門へ移籍したのは、三木助の病床時に、林家昭蔵が見舞金を送ってきたことに対し、 これが一番嬉しいと三キス家の妻が言っていたため、当時の貴久さんはまだ前座になりたてで、落語界の人間関係をよく理解していなかったと語る。自身の選定により、ということをメリットに考えた。しかし、肖像が道具話をするということまでは実際その準備に借り出されるまで知らず、道具を部屋から引っ張り出し、運び出し、大道具の演技をしなくてはならず。 苦心した。本人の著書によれば、約一年半、前座として、新師匠ヒコロ宅で修行をする。そのため、彦六のモノマネができるようになった。商店の大切など随所で披露するほか、現在では、林や彦六伝という新作落語まで作った。反面、彦六十一門は、師匠彦六自身も含めて、本寸法であっても、極めて地味な芸風で、 テレビで売れるタレント落語家たちとは対局の位置にいたことに対し、商店で活躍する気球像はまさしく売れっ子タレントの一人であり、また預かり弟子であることと、テレビでの活躍などでほとんど長屋に顔を出す機会がなかったこともあってか、ヒコロクは彼への強い印象は持っていなかった。このことについては、商店の鶴亀大喜利で、 南信介が気球像について、師匠彦六に質問したのに対し、あいつはなんだかわからねえと答えており、弟で子時代からの付き合いで、演学一門へ移籍した今も、なお、商店メンバーとして、付き合いの長い三遊亭吉美学においても、入門当初から売れっ子だった、兄弟子であり、稽古を共にした記憶がなく、商店のメンバーになるまでほとんど面識がなかった模様。 弟で子林家正弱も、著書で師匠彦六の、自宅稲荷町に通ってくる兄弟子の記録として、三代目、八皇帝、春助、三代目、桂東兵衛、林家時蔵が、毎日、九蔵が時折、五代目林家林蔵はよく来たとだけ、記している。日本橋出身であることを誇りに思い、上を走る、首都高速道路を地下に移設してほしいと、 時々商店の挨拶で訴えている。クジラ食文化を守る会の副会長を務めていることでもわかるように、捕鯨文化の維持を主張しており、正論2018年5月号では、食べていい生物といけない生物決めるのは誰というタイトルで、ビハインドザコーブ捕鯨問題の謎に迫るの、監督を務めた、ヤギケイコとの対談が掲載された。 焦点には1967年10月放送の若手大喜利で初出演。1969年11月からメンバーとして出演しており、2016年5月には番組を優退した桂歌丸に代わり、最古さん最年長の大喜利メンバーとなった。回答者としての出演期間は、2019年11月9日で50周年を迎え、 歴代メンバーの中では、最も長く出演している。大喜利メンバーに入った当初、特徴がなかった菊王は自分をどうキャラ付けしようか、迷っていたが、ある日 TV で流れていた、嵐貫十郎の出演する、チャンバラ映画を見たのを思い出し、大喜利の回答で、クラマテングになりきって、杉咲く、日本の夜明けは、近いと話したら、これが、見事にはまった。そこから目覚めて、 時代劇言葉で返すようになって、自身のキャラクターが確立していった。しかし実は、クラマテングには原作にも映画にも、杉作、などというフレーズは出てこず、キクオの創作である。それが後に、キクオが奮するクラマテングで、CM が作られ、賞を受けた。大喜利で歌を歌うのも、キクオの特徴である。昔からミュージカルが好きであったキクオは、 植木東也榎本健一のようにセリフの合間に歌を盛り込んだら会場も盛り上がるだろうと考え自身以前にはいなかった歌を歌う大喜利メンバーとなった。菊王の持ちネタの落語、林家彦六伝にも出てくるが菊王の焦点起用は初代司会者七代目立川男子が推薦したことが大きく影響している。その一方、時折、 与太郎キャラと大きく異なる回答を出して驚かせることもあり、戦術の司会者によるフォローも、こうした回答を受けてから発せられることが多かった。自身が襲名の貢献を務めた、林や三平が加入して、以降は三平に対して説教やダメ出しをすることが多い。色もんつけの復活当初は、一番目立つ色という、 理由で赤い色紋付けを着用していたが、一年ほどで、すぐに黄色に変わりそのまま現在まで至る。番組内で多用している、やーねーのダジャレから、屋根の発展に貢献したとして2004年に、神奈川県、河原屋屋根工業連合会の名誉総裁に、任命された。時代劇への造形の深さから、嵐勘十郎が、商店の、 シンの何でもコーナーにゲスト出演した際に共演している。また、演芸コーナーで時代劇コントグループ館からが出演する場合、ゲストで出演することもある。イアンバ館は1978年4月12日にレコード化されており、振付師のマジマシ劇が考案した、この歌への新しい振付を2005年10月22日放送の BS 商店にて初披露。 2006年1月1日放送の対象展では、イアン、バカン、2と紹介された。50年間メンバーとして出演していることから、それに触れる際に、司会者を5人送っているとネタにすることが多い。80代を迎え、近年では、高齢になり、家への帰り道がわからないといった、認知症キャラクターも演じることもある。YouTuber としてデビューしたのは一部報道によると、 ヒカキンの年収が数十億円に上るという噂を聞いて、がぜんやる気になったためという。動画投稿のノウハウについてはヒカキンから教えを得ており、その様子は2020年1月1日放送の、焦点正月スペシャルでも放送された。2021年3月をもって、YouTube での活動を休止。前座名、桂ツ久楽語芸術協会から、 落語協会に移籍した三代目、桂ツラミの時期弟子である。三代目ミキは弟子にはほぼ全員に、気球の字をつけていた。彼も、例外ではなく、気久夫という名をもらった。ちなみに、菊王の息子の二代目儀、急蔵の全名である、菊王は、菊王が最初に名乗った、この名前から取られたものである。林家菊造三代目、桂ツラミ没後。 八代目、林家正蔵門下に移籍した際、前師匠、桂三木助の木と正蔵の蔵を取り、長く続くように、旧で、林家菊蔵と新たな芸名を与えられた。林家菊蔵を名乗り続けた、理由彦六が八代目として名乗っていた、林家正蔵という名は、七代目、林家正蔵没後、四足初代三平から一代限りという約束で借りた。 ものなので、八代目、林家正蔵はその義理から、自分の一門で、林家の定号を増やさないように、弟子が、新内になると、全員、春風亭、立花の家など、林家以外の名に改名させた。ただし、気球蔵は三平に気に入られていたことから、新内になっても、林家の名を変えずに済んだ。林家三平没後は、林家久蔵、林家時蔵。 林家正弱は、林家帝号の変更をしない方針となった。こうした経緯もあってか、初代、三平の長男、小部平の九代目小僧襲名及び次男、一代らの二代目三平襲名に際しては、焦点の共演者でもあり、多発性硬化症により休養を余儀なくされ、講座を離れていた二人の師匠、コ平の代理として、貢献を務めている。 林や菊蔵から林や菊をへ、実施も落語家であり、上述のように、自らの署名、桂木久ぎにちなみ、林や菊やと名付けた。2007年9月の新内昇進にあたり、自分の名前を菊くに譲り、演芸番組、商点の企画として、新しい芸名を公募。勇敢富士は、東大器、久蔵を、アイデアマンと表した。このプランは、 商店が開いた2006年10月19日の記者会見で明らかにされた。新芸名公募の募集を行った日本テレビへの応募総数は3377通に達した。2007年5月6日放送の商店で新しい名前を発表。公募開始前から林明久し、沖永候補とされていたが結果としては読みが同じ。 林や菊王という名となった。音響の専門家からおで終わる名前をアドバイスされたという。結果、これまでの木久さしちゃんの愛称までは解消されていない。その他に、最終候補に残った名前は木、木久彦木久き左、さしひだり、し、ちゃ、ききだった。漢字は、本人自身が、林や菊王という字を選んだ。なお、この案で応募したのは2名。 扇という訓読みを縮めたものと思われる。このためか、立川男子は、自身の番組、男子、陳平の言いたいっぱな次第で、この報道を聞いて、すぐに、おうなんて読みはねえよというコメントを残している。2007年4月28日の記者会見では、落語は、聞き込んでいくと面白く、奥が深い。が、入り口で誰かが宣伝マンをやらないと、中に入ってきてくれない。 その役を私がやってきたが、それは変わらないと話し、従来通りのキャラをやり続けることを明らかにした。落語協会の発表では、2007年9月21日に、正式襲名となる。ただし、出演している JARO の CM は、同年9月1日以降、菊王として出演している。焦点には、同年9月23日放送の、 ダブル襲名披露工場以降、キクオとして出演している。商店の大切りで披露した場合、大抵座布団を没収されたり他のメンバーから呆れた、リアクションを取られたりするものも多い。自身の回答が滑ったことを察した際には、受けないね、などと言って、自ら座布団を返上するケースもある。商店で披露する。一本でも、人参とは、これいかに二本でも、 ごぼうというがごとしというように普段は流されがちな、素朴な疑問を問答にして披露することが多い。など。現在過去、林や菊蔵名義補加多数、林や菊王名義派門実施の全名の、菊王を含め、自家弟子にはひらがな混じりの口座名をつけることが多い、傾向にある。商店ではそれをネタにされることもあり、菊王がひらがななのは、 親父の気球蔵が漢字が読めないからだ、と言われたこともある。なお、自身でも、私にとって KY は、空気読めないではなく、漢字読めないであるとネタにすることもある。ただし、林やコンペの弟子についても、太平、一平らのようなひらがな混じりの講座名をつけている、ことから、菊王に限ったことではないが、ネタにされるのは菊王ぐらいである。ありがとうございます。